にちは、ヨッピーです。昨年末に娘の修学前検診へ行ってきました。楽しみ。本当だね。子供たちはドキドキワクワクな様子。ドキドキするね。どんな先生かな、何組かな。先生や組は入学するまでわからないんだけどね。親の方が心配でそわそわ。会場に着いたらお母さんとは別の部屋になるからね。寂しくても泣いたらダメよ。お友達もいるから安心してね。大丈夫だって。受付が済んだら親は部屋が別になります。こっちだよ。はい、お母さんバイバイ。そんなあっさり言っちゃうのね。成長したな。パッと行ける子もいれば泣いて嫌がる子もいます。大丈夫だよ、先生と行こうね。うん。いろんなタイプの子がいることは先生たちも分かっているので心配いりません。このあと保護者と離れた子どもたちはいろんな検査を受けます。娘の情報では待ち時間には手遊びやテレビでアニメを見ることもあったらしい。保護者は1時間半ほどある説明を聞きます。生活面での見直しの話なんかもありますが、入学に関して重要な話が多いので聞き逃し注意です。私からは入学前にお家で取り組んでほしいことや準備していただく学用品のご説明をさせていただきます。出席番号を使うことが多いので40までの数が言えるようになっていると良いですね。小学校では立ったまま着替えますので練習しておいてください。教室内はたくさんの机があるので座れるスペースがないため、学校が始まってしばらくは集団下校になりますので自分の住所が言えるように覚えさせてください。はい、本町2丁目の子夏丸よ。はい。やった帰れる。ひらがなやカタカナは覚えなくても大丈夫です。小学校でしっかり教えますので安心してくださいね。ただ自分のものがわかるように名前は読めるようにしておいてください。自分で名前を書き込むことも多いので書けるようにもしておいてください。ふむふむ、名前だけはちゃんと覚えさせてと。娘の通う小学校は1年生は傘を使わず雨がっぱで登下校するのですが、ランドセルの上にかぶさるようにバサッ。これが結構難しい。練習してくださいね。ちょっと待った、なんか思ったより準備が多いよ。あれとこれを練習させて、あれを買ってきて、脳内パニックぬおー。一歩一歩。娘よ、今のうちだ。いろんなことを知っておくのだ。好きなことをどんどんやるのだ。入学後少しでもゆとりを持ってスタートを切るには親子で今からできることをしていくしかないようです。さあ練習してみよう。うん。頑張って、応援してるよ。もうすぐ小学生、今からとっても楽しみです。